私ども青年会議所が始めましたこの安さいも今年で38回目を迎え、大変嬉しく思っております。またこの木更津港まつりも今回が65回目という記念の年でございます。どうか皆様みんながお隣同士というこの素晴らしいコンセプトのもと明るく楽しくもうそしてお祭りですね元気よく踊っていただければと思います。どうぞ頑張ってください。よろしくお願いいたします。それでは準備の方よろしいでしょうか。では安さいも踊り